こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では秋に活躍する3つのアウターをご紹介してみたいと思っています。まあ、秋も深まってくると T シャツだとかニットだとかあとはシャツのようなこういった単体だとですねどうしても肌寒さを感じるかなと思うんですね。まあ、そういう時にあると便利なのが、まあ、こちらに並んでいるような秋に活躍するアウター類なんですね。まあ、こういったものを気温に合わせてですね使いこなすことができるとおしゃれにも見えやすいかなと思いますので、今回はあらゆる秋のアウターの中から3つの種類に絞って皆さんにご提案をしてみたいなと思っています。まあ、本格的な冬を迎える前にこういった秋のアウターが充実しているとやっぱりすごく便利ですしおしゃれにも見えやすいかなと思いますので、ぜひ参考にしながら買い揃えていただきたいなと思っています。こちらの動画では主に大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでまずは一つ目のアイテムからご紹介したいなと思うんですが、一つ目は今僕が着ているネイビージャケットというアイテムですね。これは秋口にはですねめちゃくちゃ便利なアウターの一つなのかなと思います。まあ、ジャケットというとちょっと小綺麗でビジネスっぽいイメージがある方もいらっしゃるかなと思うんですが、今の僕の着こなしのように T シャツの上にさらっと着るだけでなんとなく綺麗めの着こなしが完成してしまうので1枚あるとめちゃくちゃ便利なアイテムかなと思っています。まあ、最近のジャケットというのはすごく着心地が良くて軽いものも多いので、どちらかというとスーツ用のジャケットというよりはカーディガンの延長線上でさらりと着れるものも多いのかなと思っています。僕が今着ているものは昨年購入したユナイテッドアローズグリーンレーベルのオリジナルのものなんですが、これもですねソロテックスという素材のものを使っていて軽量でストレッチが効いていてめちゃくちゃ着やすいですね。まあ、これ以外でもですねユニクロの感動ジャケットというものがあるんですが、こういったものもめちゃくちゃ着心地がいいのでちょっと肌寒くなってきたら T シャツだとかロンティーだとかあとはストライプのシャツの上に軽く羽織ってあげるとアウター代わりになるのかなと思っています。こういったジャケットっていうのは着丈が基本的には短いので足さばきもいいですし動きが結構しやすいんですね。そしてオフだけではなくてビジネスカジュアルでも使えるという点もめちゃくちゃ便利な点なのかなと思っています。まあ、大人の男性はカジュアルに振りすぎるよりも少しきれいめの方が好感度が高かったりしますので、ぜひ大人の男性にはですねこのネイビージャケットを1着持っていただきたいなと思っています。着こなし方のコツとしてはやはりですねジャケットというのはかなりきれいめなアイテムになりますので、その内側に着るものは T シャツだとかロンティーだとか襟がついてないものの方が結構バランスがいいのかなと思っています。もしくはシャツであればバンドカラーシャツなんかが相性がいいかなと思うので、そういった着こなしを試していただきたいなと思っています。ちなみに言い忘れていましたが、今回はいろんなアウターを持ってきてるんですけども、基本となる着こなしは上にはワッフル素材の T シャツを合わせていまして、下はユニクロのスマートアンクルパンツですね。この2つは固定をして上を着替えるだけで様々な着こなしを作っていきたいなと思っています。まあ、アウターの種類がいくつかあるだけでこの基本の着こなしは同じでも全然見栄えが変わるというところもぜひ皆さん注目していただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。続いて2点目にですねご紹介するアウターは今僕が着ているですねナイロンジャケットというアイテムですね。僕はですねこのジャンルが大好きで、秋になると結構ですねこのナイロンジャケットを活用することがめちゃくちゃ増えるんですね。まずこれは着ていて楽なんですよね。動きやすいですし雨風をですね防ぐことができるので、ちょっと天気が悪い時なんかにも1枚着ておくとですねすごく便利なんですね。がっつり大雨だとさすがに厳しいですが、小雨だとかちょっとした雨であれば水も弾いてくれるので非常に便利なアウターかなと思っています。そしてこういったものを使うことで少しですねスポーツミックスみたいな着こなしが簡単に実現できるというところも結構気に入っているポイントなのかなと思っています。今僕が着ているのはアークテリクスというアウトドアブランドもですねスコーミッシュフーディーというシリーズなんですが、これは昨年買って結構去年買った中ではベストバイに近かったようなアイテムなのかなと思っています。まあ、春ですとか秋あとは結構冬にも使うことが多いんですね。結構変則的な着こなしになるんですけども、このナイロンジャケットの上にチェスターコートですとかステンカラーコートを着て重ね着をするようなこともあったりするんですね。そう考えると真夏以外の3シーズン使えるので、このようなナイロン系のアウターがあるとめちゃくちゃ便利なのかなと
と思っています。僕はですねアークテリクスを愛用してるんですが、他にもですねノースフェイスなんかがおすすめなんですけども、これがまた結構人気で、出てくるとですねすぐに売り切れてしまうので、ぜひ皆さんもお店で見かけた際には早めに購入するといいのかなと思っています。結構男性の着こなしってジャケットを活用するようなきれいめな着こなしっていうのも好まれるんですが、意外とですねパーカーですとかナイロンジャケットのような少しカジュアルなアイテムというのも好感度が高かったりするので、ぜひ皆さんにもですねジャケットと正反対のアイテムとしてこのようなナイロン系のアウターを使っていただきたいなと思っています。そして内側にはですね先ほどご紹介したように白のですねワッフル T シャツとアンクルパンツを履いているわけなんですが、このワッフル T シャツって結構ですねニットのような凹凸感があってきれいめにも見えるので、ナイロンジャケットが少しカジュアルなんですけども、割とカジュアルときれいめのバランスが取りやすいんですね。あとアンクルパンツに関しても丈が短めでややカジュアルめではあるんですけれども、それでも基本はですねスラックスのような綺麗さがあるので、このようなナイロンジャケットとも相性がいいので、着こなし全体もですねぜひ皆さん参考にしていただきたいなと思っています。まあ、ちなみに着方としては僕はですね前を開けることが多いんですね。そして腕は少し託し上げて時計ですとかアクセサリーを見せることが多いです。ただ前を締めてあげても全然 OK で、締めるとですねこんな感じで結構スポーティーな雰囲気が漂うかなと思います。同じアイテムでも前を開けるか閉めるかで全然見栄えが違うかなと思うので、こういった着こなしのバリエーションというところもぜひ皆さんお楽しみいただければなと思っています。はい、着替えてみました。最後ですね3点目にご紹介したいのは、今僕が着ているようなステンカラーコートですね。まあ、ロング丈のコートになるんですが、まあ、秋の中でもですねだんだん冬に近づいてくるとやはり気温がだいぶ寒くなってくるかなと思うので、そういう時には着丈の長いコートが1着あるとめちゃくちゃ便利なのかなと思っています。まあ、ステンカラーコートというのは結構メンズファッションにおける基本中の基本的なアイテムで、ビジネスシーンで着ることもありますし、カジュアルに落とし込むこともあったりするんですね。まあ、僕はこのアイテムが大好きで、まあ、毎シーズンですね 1,2 着買ったりするんですけども、今僕が着てるのは今年の春に買いましたユニクロと JW アンダーソンというデザイナーとのコラボレーションラインですね。このシリーズの中から選んだですねステンカラーコートになっています。色に関しては定番であればブラックですとかネイビーが使いやすいかなと思うんですが、まあ、今回はですねカーキオリーブ色を選びました。このようなグリーン系の色を選んであげると少しですね人との違いが出しやすいので、おしゃれを楽しみたいという方にはおすすめかなと思っています。ただ通常であればこちらにかかっているようなネイビーのようなステンカラーコートですね、まあ、素材もコットン系のものが使い勝手がいいかなと思います。こういうものであれば結構ビジネスカジュアルなんかにも落とし込みやすいので、いろんな場面で使いたいのであればネイビー系のステンカラーコートが、これがですね一番使い勝手がいいかなと思っています。もしくはですね少し着こなしに明るさを取り込みたいという場合でしたら、まあ、こちらにあるようなベージュ系もすごく使いやすいかなと思います。まあ、結構ですねコートって面積が大きいので、それをブラックですとかネイビーを着てしまうとどうしてもですね暗いトーンになってしまうので、こういったベージュ系のものを選んであげると少し明るい要素が取り込みやすいですし、意外とですね着こなし自体は難しくないかなと思っています。今僕はですね白のワッフル T シャツとブラックのパンツを合わせているわけですが、これに対してベージュを着てもですね全く問題なく溶け込むので、こういったベージュ系のコートを使ってみるのも良いのかなと思っています。まあ、ステンカラーコートというのは着丈が長いので、まあ、僕たち大人の男性にはすごく似合いやすいアイテムかなと思っています。カジュアルなアウターというよりはきれいめという方向なんですが、素材次第で見え方が全然変わってくるんですね。こちらにあるようなコットン系であれば割とオーソドックスでビジネスカジュアルでも使えそうな雰囲気なんですけども、僕が今着ているようなナイロンですとかポリエステルですとか化繊系のものだともう少しカジュアルな雰囲気が出やすいかなと思うので、カジュアルでこういったものを使いたいのであればコットン系よりはこういうようなちょっとカジュアルな雰囲気の漂う素材感が良いのかなと思っています。まあ、今回ですね3つのアウターをご紹介したわけですが、それぞれ全然キャラクターが違うかなと思います。まずはネイビージャケットというのはメンズファッションにおける定番的なアイテムで、すごくきれいめなアイテムですね。これ1枚あればカジュアルシーンで少し小綺麗に見せることもできますし、ビジネスカジュアルにも転用することができるので1着持っておくと便利かなと思うようなアイテムです。そして2着目がナイロンジャケットというですねかなりカジュアルに振ったアイテムですね。こういったカジュアルなものも使えるとですねやっぱり着こなしの幅が広がるので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。そして今僕が着ているようなロング丈のコートですね、こういったものも短い丈のアウターと比べるとガラリと
と雰囲気が変わりますし、大人っぽさだとか季節感というところをより強調することができるので、ぜひ1着は持っていただきたいなと思っています。どのアイテムもですね、ユニクロだとか、あとはグローバルワークですとか、グリーンレーベルですとか、こういったお店で揃うので、ぜひ皆さんの中で気に入ったものをですね、買い揃えていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。